いやいや、見直し。今日はいつもと違う動画です。視聴者が描いてくれたイラストを舐め回すように見ていこう。やっていくわ。これね、個人的に楽しみにしてたんだよね。前のみんなのイラストを見る動画は去年の11月ぐらいにやったんだけど、あれから4ヶ月、約200枚のイラストが投稿されてました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。たった4ヶ月で200枚ってえぐくない？ピクシブとツイッターで投稿されたイラストを全部まとめてファイルにぶち込んだんで、それをまとめて今から見ていくわ。去年のやつ、めちゃめちゃクオリティ高くて、本当に神絵したのよ。ほんとプロ。プロレベルのイラストとかいっぱいあって、めちゃめちゃビビり散らかしてたんだけど、あれからまたまた視聴者も進化してるようで、早速見ていくわ。じゃん、1枚目。やばくない？ 1 枚目からすげえの来たんだけど。これサンタさんのコスプレしてるわ。サンタコスしてる。かわいすぎるでしょ。これクリスマスに投稿してくれたやつね。いやー、すごい。背景の作り込みとかやばくない？いや、もうこれすごいわ。このクリスマスの要素がめちゃめちゃてんこ盛りで、かわいくない？全体的に。いや、いいな。これすごいわ。ポーズもイカちゃんっぽくて、ありがとうございます。かわいい。次。めっちゃクオリティやばくない？これ語彙力足りないよ、僕多分これ。すごいよな、これ。半端なくクオリティが高い。プロじゃん、もうプロ絵師プロ絵師。神絵師も視聴者の中に紛れ込んでいるということで。ありがたいね、これ。傘の武器とレインコートを着てるっていう。これまだ実装されてないギアなんだけど、もし実装されたよっていう感じで書いてくれたんだよね。いや、ありえ、いや、ちょっと待って。語彙力足りねえわ。まあ、少なくとも、サムネイルに使うぐらいはこのイラスト好きです。次、でん。これなんか、キルナー向けの壁紙ですみたいな感じで投稿されてた気がする。あ、そう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 。視聴者のために書きました。お好きに壁紙に使ってください。すごくね。上目使いで可愛いよね、イラスト。これ教室なのかな？キルハーって書いてて、この座り方がね。次、もうどんどん行こう。一枚に時間かけたら今回とんでもない枚数あるから。みんなもお気に入りのイラストとかあったらコメント欄で書いてくれ。でん。おはは、ちょっと。これやばくない？これなんかソシャゲのさ、キャラ画面とかにいてもおかしくないクオリティだけど。うわ、げつない。なんかこのインクの書き方とかすごい。これは、たまんないね。すごいわ。ポーズから。実はさ、とんでもない。実は裏でめちゃめちゃ有名な絵師さんで、それがなんか紛れて描いてくれてるみたいなのないのかな？そんな気がするんだけど。いや、すげえわー。この略動感ね。描けないわ、こんなの。すげえ。すごすぎる。次。あ、すげえ。ありがたいね、これ。全画面で描いてくれてるわ。あ、決めポーズして、ウィーンって感じ。あ、勝ってるはちゃんとリッターの部分まで描き込まれてる画面の中まで。いやー、すげえ。これテンション上がるな。どんどん見ていこう。お、公式風のイカちゃんを描いてくれたという。すごいね。めちゃめちゃ再現度高くない？公式ってこんな感じのなんか線画で、ちょっと軽く色を塗るみたいな感じの、ね、よくわかんない独特なタッチしてるんだけど、完全再現されてる。これ、モケさんっていうめちゃめちゃ上手い方が、キルハアートで投稿してくれてたんだよね。二度見したわ。すごいよね。次。おーこれ可愛いよね。個人的に結構このポーズとか好きなんだけど。いや、可愛いわ、背景とかも。イカちゃんの可愛さをギュッと詰めたみたいな。ありがとうございます。なんか今回僕気持ち悪いな、コメントが。大丈夫かな？あ、今更か。あ、すげえ、ペナアップ、ペナアップで、外役プレイしてる時のイカちゃんダック。やっぱこんな感じだよね。コアクマみたいなプレイングしてるわ。いや、可愛いな。こういうのもいいね。次。あー、すごいすごい。これも公式風だ。しかも公式の、あの、色があるバージョンの絵柄が2つあるんだよね。確か公式って。そっち側だわ。これすごいよな。てか、このインクの透明感とか再現されてて、本当にすごいわ。リッター。これね、嬉しかったんだよね。最初見つけた時。くっそ嬉しかった。ね、みんな、これやばくない？このクオリティがどんどん続くんやで。半端だよね。もう、どんどんテンポよく行きたいんだけど。お、時間がかかっちゃうわ。これ、レイさんって方が書いてくれたんだけど、僕が登録者1万人ぐらいの時からずっと書いてくれてんだよね。このね、添い寝してる感じでね、書いてくれたんだけど、一時期ヘッダーに使ってたわ。かわいいよね。次。お、これはホミュさんって方が書いてくれたんだよね。最近僕、名前覚えてきてるんだよな、だいぶ。だいぶみんなの名前もね、だいたい覚えてきた。そう、昨日の配信でもね、ちらほや、あ、この方いつも動画でコメントしてくれる方だってね、時々にちゃってね、嬉しくなっちゃうんだけど。次。あ、いや、ちょっと。
もう編集でもつなく しときます。ドット絵じゃん。すげえクオリティ高な立体のすごいなこれ。ドット絵じゃん。ドット絵とか描いたことないんだけど、めっちゃ大変そうじゃない？あーすごい、こういう絵もあるのね。すげえ。あー待って、これもしも配信で顔バレしちゃった時みたいな感じの投稿してくれたやつでしょ。これ最初見た時にね、笑っちゃったわこんな感じ。うわーってね。赤スパとか500ゲソって。細かいな。めっちゃやられてるわ。コメント欄で。いや、これいいな。この、なんていう、ストーリーものみたいなのめっちゃ好きだわ。いいな。ありがとうございます。次。お！数少ない。3D 勢来た。クオリティ高えな。しかもサムネイルに使いやすいからめっちゃ助かってるね。僕もちょっとブレンダーっていう 3D ソフト無料なんだけど、あれちょっとやってみようかなと思ってんけど、難しいね。いや、ほんとすごい。これ、すごく、あ、ちょ、これも、もう、裸で、やばい。いや、こういうのね、やっぱ配信とかでしなくてよかった、ほんと。動画でよかった、ほんとに。あー、裸、やばかったな。ね、小ジャケと可愛くしてるイカちゃんでした。次。すごい、すごい。これすごいのよね。アニメーション描いてくれたの。あー、すっげーよな。動いてんのよ、動いてんの。やばくない？たった数秒間のアニメーションじゃんって思うかもしれんけど、めっちゃ大変なのよ。ほんと感謝しかない。ありがとうございます。かわいい。やっぱ動いてるだけで違うな。なんかスイッチとかでもさ、うごめもみたいなのゲーム出ないかな？アニメーション作れるやつ。いいね。いろんなポーズがあって、ちょっとじっくり見ていこうぜ。クレープ食べてる。あ、細かいね。なんかキャラデザーを細かくしてみたみたいな感じだ。ズゾーって。あ、で、右下のこのキャラデザね。僕、イラスト描いてみたって動画で描いたやつなんだけど、これもちゃんと描いてくれてたよね。わーって、可愛く手繋いでるわ。いいね。次。おお、これ今ヘッダーに使ってるイラストだ。猫耳で。猫耳いいよな。左にね、ちゃんと僕のロゴが書いてあるっていうね。キルハの K。いやー、ハートがめっちゃ飛んでてね。いいね。次。あー、これもね、オウムさんって方が書いてくれたんだけど、オウムさんすごいな。普通にめちゃくちゃクオリティ高い絵も描けるし、アニメーションも描けるし、CG もできるって、本当にすごいわ。これね、マジでこんな表情描けねえわ。すごすぎるでしょ。ありがとうございます。なんか申し訳なくなっちゃうな。こんなにいいイラスト描いてもらえるほど頑張れてんのかな。いや、本当に嬉しい。あまりで、サムネイルとかに使わせていただいてます。キルハへ、明けましておめでとう。あ、この頃にもう12月が終わっちゃったのか。で、うさぎ年だったんだね。一個一個してるわ。で、これスカートだけど、あれ下にスパッツ履いてるからね。あ、でもそこがね、非常に。次、これも好きなんだよな今回好きな色とかいっぱい出てくる。やっぱこう、今回ちょっとテンポよく行こうと思ったんだけど、ダメだ。やっぱ一枚のイラストに感想言いたすぎて、めちゃめちゃ可愛いわ、この、猫耳のイカちゃん。にゃんってしててね。いいわー。しかも上目遣いてね。いや、可愛いわー。てか、この塗り方みたいなのすごいな。なんていう、グラデーションが全体的にかかってるようなブラシで描いてるな。これ、オウムさんの絵柄ってやつかな。好きすぎて、ホームページの背景画像に使わせていただいてます。キルハ。わぁ。いや、なんか夢川みたいな感じだわ。クリスマスだよね。いや、クリスマスイラストもね、だいぶいろんな人が投稿してくれてね。僕、クリスマスぼっちだったけど、ちょっとね、なんか、ね、全然ぼっちっぽくなかったわ。うん。10万人って銀の盾届いたんだったな。そうだったな。割と最近だったな。今、銀の盾飾ってるわ。ね、まさか本当に届くとは思ってなかったけど、祝10万人。いやー、嬉しかったねー。かーってなっちゃったよ。次、メリークリスマス。箱の中めっちゃ気になるな。クリスマス、イラストという名のプレゼント。ありがとうございます。新年明けましておめでとうございます。冬の寒い中で言ってるって感じか。ストーリーが想像できて。こー！うおー！くっそかっけーマジかっけーわ。リッターで狙撃してるわ。しかもスペシャル溜まってるっていうのがまたいいな。やばすぎんだろ、これ。ええー、いや、これさ、もう僕、思うんだけど、多分、スプラ実況者の中で一番僕、イラストを描いてくれてるの恵まれてる気がするわ。いや、着るな。いや、もう感謝しかねえな。次。あ、これあれだ。これわざわざハガキで送ってくれたんだよね。手書きで。ね、やっぱね、実物で見るとね、テンション上がるわ。僕が実況中に言った言葉とかがね、背景で書いてあるっていうね。めっちゃ動画見てくれてんじゃん。嬉しいな。次。お、すげえ、パッツンイカちゃんだ。
かわいい。次、10万人おめでとうございます。このイカちゃんの刃がかわいいよな。あけましておめでとうございます。すごいなこの躍動感、北斎でね。すごい、これ袴時矢とか出ねえかな。絶対似合うでしょ。あ、パブロだった、よく見たら。いやでもこのかっこいいのになんかかわいいってところがすごくいいところです。10万人おめでとうございます。これいいよな、この武器をさケースに入れるっていう。リッターを多分背負ってくれてたよな。こういうのいいよね。ゲームで描かれてない部分もイラストで再現してくれてるっていうの。部活帰りみたいだ。これね、これが僕あのイラスト描いてみたっていう動画のキャラデザを描いてくれたっていうね。そう、あの動画のコメント欄にあれこれボーイじゃなくてガールに見えますってね。めっちゃ売れてたわ。あれボーイ描いたつもりなんだけどね。これはちゃんとボーイっぽいね。かっこいい。めっちゃ動画見てくれてんだ、やっぱ。ありがたいわ。キルハアート、たまにはヘアアレンジ。いやー、確かに、たまには髪型変えて X マッチするのも面白いかもな。アナログ絵。これコピックで描いたんでしょ?すごいな、コピック難しいんだよな、結構。アナログ勢もちゃんといるというところで。あ、これローラーの武器使ってくれた時のイラストだ。動画で着てたクソダサギア、そのまま再現されてるわ。キルハ、射程ラブ。うわー、可愛く描いてくれてるわ。みんな絵うまいね。焼けちゃう。10万人おめでとう。お、3D 来た、3D。やっぱでも 3D でも個性出るな。全然違うね。いやー、3D 勢増えてほしいな。お、これ落書きチックだけど、なんか可愛いよな。すごくいい。あ、しかも、よく見たらゲソのさ、斑点みたいな部分がハートになってんの。細かくて好き。うわー、絶望的なシーンを描いてくれたみたいだ。これオバフロかな。やられる1秒前だ。絶望すぎる。イカ、僕のリアルのパーカーじゃん。これ、あれは、勉強中にスッってスイッチに手が伸びてるシーンよね。やばい、勉強しないといけないのにゲームだって。制御できない。あるあるだね。あ、かわいい。もしスプラの世界にさ、プリクラとかあったらこんなポーズしてそうじゃない?ほっぺめっちゃ柔らかそうじゃん。目もハートになってて。おー、もう詰まってるな。やべえ、もうちょっと僕、国語の勉強した方がいいかもな。語彙力って、この日のためにあったのかもしれない。アゴピース。これ最近の流行りのポーズなのかな。武器のね、このディテールめっちゃ細かくていいよな。髪型とかもね、ちゃんと細かくて。スパッツさんね、いつも書いてくれてる。あー、これみんなわかるかな?これミューズダッシュっていう音ゲー実況した時のイラストだ。ミューズダッシュの服をイカちゃんが聞いてくれたんだね。キルハ。これなんか自撮りしてる風だな。距離が近くて、かわいい。背景に K ってロゴも書いてあって。いいねいいな、このほんわかしたイラストも好きやわ。ちょくちょく動画でも使ったりするんだよな。ピースって。いい笑顔してるわ。めっちゃいい笑顔じゃん。これ燃え添えってやつね。かわいい。お、3D 来た。昼時かな。いいね。クオリティ高え。いや、マジ僕もブレンダー使えるようになりて。あ、これ前のヘッダーで使ってたわ。バレンタインデーの時に使ったんだよな。背景の作り子もえぐいな。スプラのステッカーも貼ってあるっていうね。ようつべ。銀の盾が届いた時のやつだ。これさ、顔が H になっててさ、限界までデフォルメされてんの。いいね。お、これはラフ画かな?いや、ラフ画で、わかる。ラフ画でちょっと満足しちゃうときあるよね。わかるわ。いや、ぜひ、完成を見てみたい。おー、これすごいね、すごいね。ビッグランのイラスト描いてくれた。すごいよな、これ。なんか鼻から血出てる。インクかな。鼻血出してるわ。相当ボコボコにされたんだろうな。いや、サーボランね、ビッグライン以降やってねえわ。練習して。今回ね、50% だったからな。5% にも入れてないっていうのが、やばい。お、かわいい。シンプルだけど、めちゃくちゃ丁寧だな。絶対貴重面な方だ。僕さ、はみ出しとかしちゃうんだけど、このイラスト全然はみ出しとかない。いいなぁ。ありがとうございます。公式イラスト風だね。すごい、再現度高い。こういうのってどうやって描くんだろう?すごすぎる。躍動感満載の絵来たわ。僕さ、自分の自撮りから描くからさ、こんなのできないわ。いいなぁ。これ、ハイカラシティが追加された時のイラストだね。たこ焼きジュース飲んでるんだって。たこ焼きジュース絶対美味しくないでしょ。いいね。これみんな場所わかるかな?ポーズがいいね。めちゃめちゃ可愛い。敬礼ポーズ。おー、これすごいな、アイデアが。これステージ内に置いてあるあのバルーンバンパーっていうんかな?遮蔽物を椅子に代わりにしてるっていう。これいいな。なんかプニプニして座り心地良さそう。可愛いね。この刀身とかイカちゃんらしくてすごく好き。お、いいね。決めポーズしてるわ。これどこだろう?ザトーマーケットかな?チョコを隠し持ってるバレンタイン。いや、本当に嬉しいな。バレンタインイラストとか書いてくれるの。ホワイトデーとか。いやー、ありがとうございます。キルハアート、猫耳で描いてくれてるわ。いやーで、個人的に猫耳好きなんだよな。ここら辺でようやく半分だ。ようやく。ちょっとピッチ上げるか。やばいぞ。ピース。目線が合うのが可愛いわ。
かわいいね。猫耳で描いてくれてるわ。あ、これ線画なしで描いてくれてんのかな。すごい。いや、マジでさ、ちゃんと僕が好きなイラストを描いてくれてんのがすごい。みんな分かってんのかな。すごいわ。おお、イカちゃんが桜の写真撮ってる。これ iPhone かと思ったら、よく見たらイカフォンやない。いいね、これ春をイメージして描いたって。いいな、これ次のヘッダーにしよっかな、これ。ツイッターヘッダー気分転換でちょくちょく描いてんだよね。すごくいいな、桜アレンジだって。めっちゃ可愛いじゃん。ピンク色の。おー、いいね。こんなギアなんかアミーボとかでも何でもいいから追加されねえかな。めちゃめちゃ可愛いじゃん。いや、表情が好き。あー、ちょっとゆるく可愛く描いてくれてるわ。あは、僕のマイカと視聴者のマイカコラボさせてくれてるわ。こういうのもいいな。選んでくれてありがとう。あ、これ、あれだ。前のキルハート見る枠で、書いてくれた方の第2弾か。これね、すごいのが、ゲーム内で、このイカちゃんを再現してくれてるんだって。なんかファッションゲームだっけ？なんかすごい。ね、再現度高いわ。これ、すごくない？ナハバトラーのデッキ作ってくれたっていうね。いいよな。こういうアイデアすごいわ。絵柄も違和感なくて、ありそうじゃない？結構強いし。キルハ。あ、でも、今んとこなんか前回と比べて、アナログ？紙に手書きで書いてる勢が少なくなった気がするね。キルハアート。なんか髪型ちょっとアレンジしてくれてるわ。クレープ。あ、クレープ最近食べれてないんだな。クレープってさ、好物の割に全然売ってる場所が少なすぎて困ってるんだよな。多分クレープの美味しいって多分レアだから美味しい説ない？別に、寂しくないし。まあ、僕にはイカちゃんいるし、十分だし。着物とか難しいのに、正月のイラストかな。あはは、いいね。このなんか日常の一枚みたいなの好きなんだけど。マフラー。マフラーイカちゃん似合うな。追加してほしい。キルハの実況めっちゃデフォルメされてる。可愛いな、ちっちゃくて。PS。いいね。ちょっと画質悪いな。ちょっともったいなく感じちゃう。10万人。おー、この時か。あ、そうか、これファイル適当にぶっ込んだから、順番適当かもな。おー、これさ、ラグトレインにめっちゃ似てて好きなんだけど、あの、ボカロの曲ね。おめでとう、以下よろしくのポーズだ。10万人おめでとう、王冠被ってるわ。10万人系多いな、やっぱり。ありがとうございます。あ、ちょっと、まさかのイカじゃなくて、僕、本人のイラスト描いてくれたわ。照れるな、ちょっと。ま、顔出しはしないんですけれども。いや、危なかったわね。10万人の LINE が。おめでとうございます。あ、1と0で10万人のポーズしてくれてるわ。ちょっと、これ笑っちゃうわ。僕の顔のモザイクを絵で再現してきました。これ、そんな、おもろいわ。いや、恥ずかしいな。中盤におめえ、すごいな。背景は実写か。すごい、この実写と 2D の組み合わせがうまくいってるわ。お、いいね。オレンジインクで染めてくれてる。そう、スプラス3のインクの色、こんな感じの明るいオレンジじゃないのかね。ちょっとザ・オレンジって感じじゃなくて、明るいオレンジも追加してほしいよね。キルハート。あ、これ、エモートだ。追加されたやつで、ね。ドヤーのやつだ。クレープ食べてるイカちゃんだけど、めちゃくそデコられてるわ。なんだこれ、ジャッチクの帽子に、ゲソにリボンがつけてある。すごい。いいねー、バレンタイン。いいねー。お、これはバレンタインのチョコ作ってる最中の時だ。2023、以下よろしく。ダブルピースしてるわ。猫ね。これもバレンタインのイラストだ。一瞬なんか、リボンの色と首の色が似てるから首に見えちゃった。何かを思いついた時みたい。あー、ゆるく描いてくれてるわ。これもゆるく描いてるね。同じ方かな？焦ってるイカちゃん。いや、でもみんなね、絵柄が違うんだよ、同じキャラでも。楽しめていいわ。全然違うもんな。あー、でもここがまた猫耳。猫耳人気だな。お、これはなんだ？あれはチュートリアルの服装してる。キルハー。小ジャケと一緒にね。また久々にヒーローモードやってみようかな。それ、巫女服してるわ。しかもよく見たら、うさみも巫女服だ。マシュマロ。あ、これマシュマロの動画と出した時か。あ、そういえば、今マシュマロだいぶ溜まってるから、また動画にするかもしれん。ねえ、このパーカー可愛いよね。結構みんな書いてくれてるじゃん。リッターしか勝たん。射程しか勝たんよな、やっぱ。これからもキルハを、僕からもよろしくお願いします。めっちゃ書いてくれてんじゃん。キルハアート、ツイッターだ。僕のツイッターの ID、キルハ1019なんだけど、この1019みんなわかる？僕の誕生日なんだよね。10月19。ツイッターの後ろの数字悩むよな。お花見だ。お花見行ってないなー。お、凛とした表情。かっこいいけどかわいい。アナログ勢来たじゃん。あ、このサングラスね。そうそう、思い出した。この間視聴者からサングラスが送られてきて、これで実写撮ってくださいって言われて。無理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 ってね。サングラス送られてきました。キルハー。なんかおしゃれな感じだな。あははは。大画面だ。教えて、キルハ先生って書いてある。茶番のやつね。おー、なんかちょっと可愛いじゃん。
いいね。こういうイラストも好きよ。サーマルインクだって、これ。透けて見えると。僕、トライストリンガーとかエクスプロッシャーにサーマルインクつけるの好きなんだよな。かわいいね。やっぱゲソの反転度とかハートになってるわ。おすごいな。これ、どんぐらいかかったんだろう、時間。動画よく見て書いたってことでしょ。完全に再現されてる。まんまだ。次もらえるのが100万人でしょ ?100 万人の金の盾でしょ。いやー、長いな。50万人にしてほしい、せめて。やば、でも100万人目指して頑張ります。UFO キャッチャーで取れるイカちゃん。バチトレールセンターみたい。猫耳。なんか、アップデートで猫耳カチューシャみたいなの追加されねえかな。おお。これあれだ、ボカロのやつだね。ドヤって、再現度高え。ピースね。めっちゃいい顔してるわ。マフラー、最近だいぶ暖かくなって、もう春って感じだよな。お。メーヘラ感を出したかった。メーヘライカね。メーヘラも好きよ。開けおめーって。餅の上に乗ってるわ。いいや。なんかこういうイラスト見ていくとやっぱ自分でも描きたくなっちゃうね。またなんか、スプラトゥーンのイラスト描いてみたって動画あげようかな。でも前、ボーイ描いてみたってやつがちょっと滑っちゃってるからな。滑り散らかしてっから、おう、マルチミサイル。あ、これあれだ。手紙と一緒にイラストも送ってくれた方だ。いや、手紙ね、嬉しいなよ、本当に。冬イラストだ。次また、キューハアート見る動画、夏ぐらいに出そうかな。そしたら夏イラストみたいなの見れるんじゃない？季節感あっていいな。待って。泣いてるわ、イカちゃん。超ドアップで描いてくれます。イカヨロ。ああ、アナログだ。え、すげえな。いや、これ、かわいいわ。あ、じゃあ、右下にイカのクッションあるわ。かわいいよね、あれ。イカパッチ。イカパッチの表情もさ、人によって違うんだよね。よく見たら。おお、すげえすげえ。タコガールになってる。タコガールになってる、ほんと。たまには僕もタコガール使っちゃおうかな。オクトエキスパンションクリア直後はずっとタコガール使ってた時期があった。かわいいよね。チャロク10万人おめでとう。これ直撮りじゃない？ウィンクしてるイラスト。煽りイカができなくなったら言葉で煽ろう？カチャええじゃん。これカチャええじゃんで合ってる。チャラ50万人。背景赤って意外と似合うよね、オレンジと。キャラさん、動画いつも見てます。あー、すげえ。かわいいな。ジュース飲んでるわ。このジュースね、紙パックに入ってるんじゃなくてね、ビニール袋っていうね、スプラスリーらしいわ。おお、あったかくしてら。10万人おめでとう。すげえカチューシャつけてない。鉛筆で描いたのかな？すげえわ。ドヤーって、まるまるを倒した。19キル3です。いいリザルト画面じゃん。いかじゃん。あ、そういえばさ、キルナーのハッシュタグの方で動画を作ってくれてる方もいるんだな。あとはなんか僕とマッチングして僕をキルしてみたみたいなやつとか、その粘土で作ってみたとかね。あとなんか写真とかね、なんか絵以外のやつとか投稿してくれてるから、そっちもね、キルナーのハッシュタグ。拾ってください。誰か拾ってあげて。おー、すごい。だから夏っぽいね。いや、夏好きなんだよな、一番。ソイチューバー。最近ソイチューバーの動画あげたな、そういえば。熊の耳とか、すげえ、めっちゃ書いてくれる、めっちゃ書いてる。文章もね、ありがたい。あははこれスパッツ履いてないタイプね。際どいね。書く人によってスパッツありかなしかで分かれてくから、そこもね、ポイントよ。どっちも好き。あ、ウィンドウでバグってるわ、僕。ははは。ちょ、若干ホラー要素あるというところで。あ、これフェスの時だ。フェスのイラスト描いてくれた。勝ててよかったね、これ。さあ、ロゴ描いてくれてる。いいね、キルハテ。ロゴとかもね、嬉しいわ。お、そろそろ最後らへんだ。イカちゃんの横が、満面見って後ろに書いてある。髪型選ぶイカちゃん。わあ、まあ、ずっと同じだもんな、僕。みんな定期的に髪型とか変えてんのかな？おお、いろんな年齢層の方も変えてくれてるっていう。ペナリッターだ？ペナリッター一番強いからな。キルハート。やばいやばい、クレープね、ほんとデパートとかに行かないとないよな。お、目の塗り方にこだわりを感じる。キルハ様、様。様付けだわ。あれ待って待って。様の感じちゃうくない？まあでも、様って言われるとね、ちょっと、照れちゃうな。やばい、ニマニマしちゃうわ。あ、ラブって書いてある。いやー、チョコみんなからいっぱいもらったわ。幸せ者だ。あ、終わりだ。というところで、全部見ていったんだけど、やばかったな。てか、ずっとね、見ていったけど、全然飽きないっていうか、もう全部クオリティが端から端まで高くてね、ほんと嬉しかったわ。ただ単に今回は僕の自己満動画になっちゃったんだけど、次は夏ぐらいにまたやっていこうかなと思うわ。夏イラストとか見れるんじゃない？いやー、ずっとニマニマしてたわ。気持ち悪い顔になってた。それじゃ、サラダバー。